はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。はい、今日はこちらということでですね、堀口秀俊さんでよろしいのかな。はい、ごめんなさい、今北産業です。はい、なんかそういえばひまそらがらさんがホビッチョ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 って言ってたの、あれは堀口さんのことですか？ちなみにホビッチョって一体何を意味してるのか私はいまいちわからないんですけど、はい、あれはそうなの、何が起こってたのかはいまいちよくわからないんですけど、はい、全部見てるわけではないので申し訳ないんですけど、私も基本的に前も言ってると思うんですけど、赤草ボンドパップスコラボが公金が要するにどのように支出されたか、もしくはどのように受け取っていたかということであったりとか、もしくはですね、ひまそらあかねさんが要するに物理的に殺されちゃうとかいう事態というね、住民監査とかそういったものの要するに民主主義の根幹となすものを暴力によって要するに潰されちゃうっていうケースとか、その2つ以外は基本的に私あんまり見てないんですよ、はい、でそれに付随して変な動き、まあ今までの要するに動きを見てもらえる、私の動きを見てもらえると分かるんですけど、その中で要はその法律外の方法によって何らかのことをしてくるっていうのは、これはちゃんとみんな惑わされずに見なきゃいけないですよっていうふうなことは言いますけど、それ以外のことに関しては基本的にはあんまりノータッチだったんでわからないんですが、まあ、堀口秀俊さんが、まあ、小林のゆかりさんと赤木レイヤさんを訴訟ということになります。すいません、見てません。見てるっちゃ見てるけど、あったかなみたいな話ですね。はい。ということで言うんですけど、ただ、私からちょっと今日のテーマこちらなんですけど、見てるけど、あんま微妙に見てないんですよね。はい。これね、勝ち筋が見えないんだけどっていう風な感じになるんですよね。はい。勝ち筋が見えない。全くもって、要するに、どうやればこれ勝てるのかなと。いう風な感じになるんです。堀口さんの視点に立った場合ですね。堀口さんの視点に立った場合、これ勝ち筋が全く見えてこないんだけどっていう風な感じになるということになります。はい。よろしいでしょうか。で、まあ、それに対して今日みんなと話し合っていきましょうという話になるんですけど、まあ、素人なので雑に聞いてほしいんですが、まずここが注目ですね。まあ、ほら、弁護士先生も言ってるだろうって、わけのわからんツイートする人やめてくださいね。素人です。あくまで素人なんでございますが、はい。はい、ということなんですけど、まず一つ目なんですけど、まず裁判で勝てる可能性があるのか。はい。その、名誉毀損裁判や侮辱裁判って、これずっと私言い続けてるんですけど、まあ、せいぜい取れて10万。せいぜい取れて10万。よっぽどひどいので、まあ、50万から80万ぐらい、まあ、一般人相手だったりしたら、まあ、取れて、まあ、いけるかなって話。それも、例えば、堀口さんが、要するに、例えば、なんか、犯罪行為を犯してるとか、根も葉もないことを言ってると、例えば、逮捕歴があるとか、そういうなんか、根も葉もないことを言われてしまってるとか言うんだったらわかるんですけど、それを、赤木リーダーさんと小林のゆかりさんが話したっていう話って、私は聞かないんで、私が見落としてるだけかもしれないんですけど、ってなった時に、あれだけ、まあ、何本かちょっとだけ見ましたけど、受任限度超えてくるかっていうと、受任限度超えないんじゃないかなっていう話になりますね。はい。で、まあ、堀口秀俊さんも、まあ、ほとんど準公人みたいなところもありますから、アベマ TV とかに出られてるんですか？はい。アベマ TV とかにも出られてるんで、公人や準公人っていう風になってしまうと、まあ、受任限度を超えないだろうという話です。いや、これ、皆さんもそうなんですけど、テレビに出てますとか、ある程度コメンテーターとしてやってましたとかいうんであると、要は、その受任限度が要するに、もうちょっと広く見てねって話です。例えばアイドルですって言ってテレビでやってますって、こいつブッサイクやなって言われるの分かってるじゃないですか。分かっててテレビで言ってるじゃないですか。だから、受任限度が要するに、高くなりますよって話。ところが、何もしない一般人ですよって言って、SNS もそんなにやってないですよとか、SNS っていうかテレビには出てないですよと、普通の一般人ですよって言って、ネット上に要するにさらされてブサイクブサイクってみんなから言われるって言ったら、どっちの方が要するに守られなきゃいけないですかって、一般人の方守らなきゃいけないでしょって話。はい。これ裁判所の判例とかは、まあ、大体そんな感じで出てんじゃないのっていうことになります。ただ私もあくまで素人ですので注意してくださいねって言われて。はい。ということになるわけですね。まあ、まず裁判に勝てるのかっていう、これがまず一つ目の壁ですね。で、俺勝てないんじゃないかなというふうに思ってるんですよ。簡単に言うと。まず開示請求通るかなっていうところ。まあ、開示請求通ったとして、裁判に勝てるかなっていうね。はい、感じになります。まあ、裁判に勝とうが負けようが、まあ、どちらでもいいんですけど、まあ、基本的に、まあ、勝とうが負けようが、裁判するのは皆さん自由ですので、はい。裁判するなっていう権利はないので、裁判したいんですっていう人を止めることもできないので、ね、
裁判したいっていう人は、まあ、そうですかっていう話で終わっちゃうんですけどね。はい。で、二つ目ということになるんですけど、実際に裁判になったとしたら、赤木麗也さんと小林の怒りさんですよね。仮に私、はっきり言ってますけど、小林の怒りさんとか赤木麗也さんみたいなタイプに、私、例えば悪口言われたとして、まあ、それ仮に筋が通ってなかったとしても、まあ、筋が通ってたら、私、すみませんって言いますけど、それに関しては、おっしゃる通り思ったもんですね、っていう話になるんですけど、仮に筋が通ってなかったとしても、この二人相手に私裁判するかってまずしないでしょうね。なんでかっていうと、この二人ね、裁判上等バッチコイなんですよ、絶対。もう算数できてると思うんですけど、算数っていうかもう計算式立ってると思うんですけど、もう裁判になりました。よっしゃ、動画撮れるわって、動画の再生回数計算するわ、動画再生回数回ったら、仮にこれ敗訴で負けたとしても、金こんだけ分払ったとしても、それ以外の動画の本数バーって要するに、増えてる分で、要するに収益が、そろばんの勘定として合うと。じゃあ、これ動画撮った方がええやんけって考える人たちなんですよ。今までの動きを見てる限りだと。ごめんなさいね。小林の怒りさんと赤木麗也さん違ったらごめんなさいね。で、俺はこの二人に関しては、基本的に、赤木麗也さんのことを、昇魂の怪物って言ってるんですけど、俺、逃走の怪物って呼んでるから。手段のためには目的を問わないよね、この人たちみたいな感じになってるんですよ。で、俺、はっきりとしますけど、小林の怒りさんに関して言うと、もう、コラボから訴えられてほしいかのような動画を撮ってるじゃないですか。じゃあ、俺も、小林の怒りさんが、これ、訴訟されたいんですかっていうぐらいまで、煽りに煽りまくるんですよ。赤木麗也さんははっきり言うと、裁判にならないようにっていうか、裁判で訴えられても大丈夫なように動画をきっと治療するに問題発言しないようにっていうような感じで、受任限度ギリギリいっぱいのところで、要は動画撮ってんなってわかるんですけど、小林さんはアウトライン結構超えてってるじゃん。いや、それ大丈夫だとか思うんですけど、いいよいいよみたいな感じで要するにバーっていくじゃないですか。ってことは、裁判した方が儲かるやんっていうぐらいの感覚で、おる二人なんですよ、多分。そうそう、ええやん、金儲かるねんから、ええやんけ、みたいな感じになってくる。おぉ、うるるるるるるとか、やってるってことは、そういうことになってるでしょってこと。つまり、何が言いたいかっていうと、戦った瞬間負けるんですよ。そう。だから、俺が要するにアンチコメントとか、どうのこうのとかやったりとか、誹謗中傷であったりで、ええんちゃうのっていうふうに言ってるのはそうで、実際にじゃあ裁判しましょうって、裁判に勝ちましたってなっても、実質的に負けるでしょ。要は、例えばなんか、何にしよう、チビとかブスとか、バーカとか、ハゲとか言われたと仮にしよう。まあ、なんでもいいんですけど、まあなんか、しょうもない変なやつとか別にいろいろ言われたとしよう。まあ、あってんなと終わりなんですけど、裁判仮に私が、許せねえじゃん裁判になったとするじゃないですか。で、裁判で仮にそこで勝ったとしても、それ以降、うわ、こいつ小さいやつで裁判かけてくるやつやないで動画見なくなるでしょ。動画見られなくなるし、印象値と評判がガンガン下がっていくっていうことになっちゃうじゃないですか。だから、その局所の裁判では仮に勝てたとしても、その長期的に見たときとか、ずっと要するに遠くまで見たときに、大きな視点で見たときに、大体負けるやろっていうような可能性になるんで、だから私は基本的にそういうのは絶対やらないですよっていうのはそういうことですね。はい。まあ、自由に皆さんの自由な意見なんでね、はい。ご自由に言ってもらっていいんですよっていうような対応でやってるというのはそういうことですね。まあ逆に、私とすればアンチコメントの方がありがたい部分もありますしね、はい、アンチコメントバーってみんな書いてくれたりとか間違い指摘されたりとか、まあ、批評であったり批判であったりっていうのは、まあ、全部まあ面白いなっていうような感覚ですね。逆にアンチコメントで逆に俺の印象を下げてくれる方が、極端な話でここは教育チャンネルなので、その松井先生が言ったことが正しいよねで、はいはいそうですねっていう番組じゃないから、はい、じゃあみんなで考えていきましょうって、この立場になったらどうなるっていう、はい、じゃあこの件だったらしたね、じゃあ皆さん、堀口さんの立場やったらどう考えますって、どういうふうに対応するのが正しいと思いますって話だし、小林のゆかりさんや赤木麗也さんの立場だとしたら、お金儲けをするということを大前提にするんだったら、この方法で取るのが一番ベストの選択だよねとか、そういうふうな考え方でもってほしいなと思ってるんで、別に私自身の印象値が上がるっていうのはあんまりよろしくないなと思ってるんでね、はい、これが正しいと思っちゃうとね、良くないから、はい、逆に私も皆さんからの意見聞きたいぐらいだしね、はい、ね、3つ目ということになるんですけど、これもさらに厄介だなと思ってるんですけど、堀口さんも要するに裁判するということで、これ確定でいいんですよね。堀口さんは裁判するっていうふうにも言ってますからね。ところが、これ問題になってくるのは、堀口
さんがもし裁判しなかったらっていうことになるんですね。これね、民事で逆に訴訟される可能性があるんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。はい。だから、まあ、1ヶ月とか小林のゆかりさんとか、まあ、あの西野赤木理也さんとかは、これだから小林のゆかりさんとかがなんか、さらっとだけ言って、要は何も言ってこないってなったら、これちょっと怖いんですよ。俺小林のゆかりさんちょっと怖いなと思ってるんですけど、赤木理也さんの場合は自分からは要するに攻撃仕掛けてくる状態は多分ないと思うんですよ。小林のゆかりさんちょっと危ねえなと思ってるのは、要はもしこの状況で裁判しなかったとしたら、逆に民事で、はい、じゃあ民事で訴えますって言って、はい、脅迫罪ですよね、あんた訴えてこなかったですもんね、1ヶ月間って言ってバーンってなるじゃないですか。そうなると、要は訴えるよって言ってたのが、それお前脅迫でやったよなっていう風になってやるということじゃないですか。で、それで小林のゆかりさんがバーってやってきたとしたと場合に、あ、じゃあ動画を撮ってくる、で逆に訴訟されるっていう可能性がある。だから裁判って皆さん簡単に言いますけど、裁判って実は諸刃の剣なんですよ。誰でも彼でも訴えられるわけちゃいますからね。反訴っていう方法もあるから、例えば要するに俺が要するに裁判でバーンって訴えられましたって言ったら、別にじゃあ反訴しますよって反訴できるわけです。それスラップ訴訟ですよねって、俺そんなこと言ってないなっていう話になるから、そういうことになるよと。だから、その、一方的に攻撃できるものっていうのが裁判じゃないから、ね。だから、要するに裁判をちらつかせて、だからこれがね、堀口さんちょっと危ないんちゃうかん。だから本当に裁判しなかったらちょっと危ないです。これ。だから裁判しなかったったら、あ、脅迫と捉えても仕方ないよねっていう話。そうすると、刑事は動かなかったとしても、民事では要するにカウンターで、はい、じゃあ訴えてきますっていうのがありえちゃうよねっていうのがあるから、皆さん、これに関して言っとくんですけど、堀口さんの真似しないでね。俺知らないですよ、本当。それ、仕組み上はできるよって話になるから。で、相手 YouTuber やから、逆に反訴してきたら、要は反訴しましたって言って動画バンバン流すってことも何もできるわけだから、っていうのはちょっと危ないですよ。ちなみに一応言ってますけど、私はそんなことはしませんので。はい。私は基本的にそんなことはしません。仮に訴えが裁判になったとしたら、法廷オフ会みたいな感じで、はい、じゃあ、今日来てくれてありがとうとか言って、あ、見に来てくれたんですね、ありがとうございますとか、握手とか写真撮影ぐらいは、するし、みんないつもありがとうございますねぐらいはするけど、じゃあ裁判が終わった後ね、裁判が終わりました、勝っても負けてもそうですけど、相手を貶めるような動画を撮るかって言ったら私は撮らないんですよ。んこれ断言しますよ、私は撮らない。ただ和解条項の時に神原はじめ弁護士が相手やったとしたら、一緒にリーガルハラスメント動画撮ってくれませんかっていうのを和解条項に入れるっていう話なんでしょうね。はい、太田景子弁護士やったら、ちょっと太田景子弁護士の動画出てもらって、なんかこう、一緒にコラボしてもらってよろしいですか？多分言うでしょうね。なんか、アタック弁護士だったら、多分何も、多分法廷に出席してこないでしょうね。はい。というふうな感じで、新堀先生やったら、新堀先生、あ、どうもおはようございますって。はい。和解条件として、YouTube の動画一緒に出てほしいんですけどっていう、はい、話になるんですけど、今回はこれはどういうあれだったんですかっていうね。はい。いう感じでね。和解したら防災だよ、みんなね。和解したら防災だよ。はい。というふうな感じになってくるぐらい。まあ、ぐらいかな。あ、真面目にやりますよ、私。私、本当に真面目に和解条項にそれやりましょうって言いますから。はい。はい。じゃあ、いきますが、こちらってことですね。赤木麗也さんって、そして最終的にちょっとこれ今日言いたいんですけど、今日もなんかツイッターでやたら来たの。今日もツイッターでなんか、とんちんかんなこと言ってる人いるなと思ったんですけど、赤木麗也さんと小林のゆかりさんと松井先生、立ち位置違いますよ。はい。なんか知らないんですけど、私がなんか法廷に出す、なんか法廷で対決をすることっていうのを望んでる方々っていうのが一定数いらっしゃるのかもしれないですけど、すみません、何で訴えられるんですか、私。何で訴えられるんですか、私コラボ黒って言ってないんですよ。若草ボンドパックスに関してもコラ、黒って言ってないんですよ、そもそも。はい。これは変なことが起こってますよねっていう。ね、でこれで塩だっていう風なことって言えるのって言ってみんなに聞いてるだけやで、これ。マジで分かんないから、え、こんなんあるんとか話になってるわけですよね。はい。で、じゃあ何の目的でやってるんですかって言って、これも俺何回か説明してると思うんやけど、じゃあ仮に要するに白だとしても黒だとしても、今要するにそのオープンにできる情報をちゃんとオープンにしてないね。つまり入ってくるお金であったり出てくるお金であったりっていうのを、それを本当にデマだと言って正しいことを言いたいですっていうんだったら、
総勘定元帳であったりとか、領収書をちゃんと公開したりであったり、物品をどんな風に買ったのかっていうこととか、オープンにできる情報はできるだけオープンにするようにしましょうって言ってるんです。皆さんが NPO 法人作りたいですって言ってね。で、これは国際的には問題が発生します。マネーロンダリングに使われちゃってる NPO 法人がありますよと私は言ってます。わかりますか？言ってる意味。だから、もし皆さんが NPO 法人作りたいんです。こういうふうな、要するに、困っている人たちを救いたいんで、こういう NPO 法人作っていいんです。作っていいんです。っていう時に、NPO 法人を要するに作った時に、ね、それは当然、何かの団体を作ったら絶対にみんなから何か言われる可能性はあるわけです。じゃあ、言われないようにするためにはどうすればいいですか？入ってきたお金をきちんと公開してあげてください。支出したお金を要するに公開してあげてください。公開できる情報は基本的に全部公開していくっていう話をしていきましょうねっていう話です。そういう活動を皆さんが、小さな活動かもしれないけど、一歩やっていくことによって NPO 全体が身が引き締まるわけです。そうするとみんなハッピーになるでしょって。俺なんか変なこと言ってる？俺変なこと言ってるかな？みんな。俺普通なことしか言ってないと思うんですけど。っていう話。逆にもう一つ言うのが、ひまそらあかねさんがやった行動っていうのは合法的な合法的な活動に関しては合法的なみんなの固有の権利なんだよって話。ね。だから、もし自分が要するに、そうやって要するに言われのない要するに団体とかに何か言われたら別に自分で放っていいんだよって話。この件に関して、いや、どうしてそのみんな、要するにコラボとか若草とかボンズとかパプスだけをやるんだと。ね。その要するになんか、他の要するにお金いっぱい不正に使われてるところも、要するにやればいいじゃん。お前がやるやって感じです。どんどんやっていいんだよ。そうでしょ？公金の不正が疑われるところはみんながどんどん掘って、で、公金の不正がなくなっていきますよって言ったらみんなハッピーじゃないですか。悪い奴にはお金が流れません。ね。で、きちんと要するにお金が要するに回るようになりますっていうことです。それが要するに、なんで要するに、身の潔白を証明する方法と反対の方向に行くやつとか、今は要するに裁判で住民訴訟行きますっていうんで、住民訴訟の結果こうですって言って、ああ、こういうことになってるんで、ああ、こういうお金の流れでこれは使い方としてまずいんじゃねえのっていうところで、みんなと議論していきましょうねっていう話をしてるわけじゃないですか、私は。ただ、その中で、決まるんだー暇なんだとか言ってる謎なことを言ってくる連中とか、棄却された暇なんたちだ、いやいや棄却はされたけど東京都はこう言ってるから不正な会計とか疑わしい会計であったりとか間違いであったりとか問題があるところがありましたよって書いてるやんって話をしてんの。俺の見解東京都と一緒で間違いがあったっていう意味での不正があるよねって話、不正会計だと言ってない。はい、まあ、言っちゃってるかもしれないですけど大枠見ればみんな大体分かるはずです。でここだから皆さんちゃんとねちゃんと人の話聞いて、俺の話、俺がなんかツイッターやってなんかそのなんか言ってなんか若草ボンドパップスを追求してるとか言ってる人たちいるんか知らないですけど、全部見てないから知らないですけど、あの言ってないですからね。はい、ちゃんと言ってるでしょ、初めから終わりに弁当体だっつって言うんですよ。弁当体だから今回のケースに関しても我々は弁当体ですよってことです。弁当体ですよ。堀口秀俊さんと小林ゆかりさんと赤木玲也さんの訴訟が始まりますよっていう風になったら、我々はそれに対してタングーさんの上でしっかりビダーからなみんなと一緒に弁当食ってみようかっていう話です。これが松井君、これが松井君、いいですか。 A と B が争っている時に A にも加担しないし B にも加担しないね。みんなと一緒にしっかり見る、そしてYouTube の動画の再生回数を上げる、そしてお金は私に入る、そしてみんなと要するに議論することによって、あ、こういう事件を再び起こさないようにしないとしてはいけないなと、自分がどっちの立場だとしてもどう立ち回れば、皆さん大丈夫なのかなってことを考えておきましょうねってことです。はい、ということですね。はい、皆さんに小さな幸せを運ぶ街に、そうだからみんなが道を踏み外さないように動画撮ってんすよ私は。はい、よろしいでしょうか。はい、善意で見ればわかるでしょ、善意で見ればね。はい、悪意を持って俺が誰かを要するにやり玉にあげようとか、あれ俺が誰かを要するに貶めようとしてるとか、悪意の塊とか、自分の中に悪意があって俺を見るからそんな目になるだけの話です。もっと違う、これこうすればいいよね、もっと世の中的にいい社会になるよねって話をしてるだけ。善意で見ればわかるじゃん、もう一回見直してこいよって俺は。はい、よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。